2021年、おかげさまで創業から100年目を迎えました。この節目にあたってこれまでの歴史を振り返ります。1921年、日下部徳丸が日下部商店を創業。1945年に日下部産業として法人化しました。1960年代に入ると従業員数は2000人を超え、大企業に成長。その後6社に分離し、現会長が日下部機械を立ち上げました。1970年代になるとさらなる事業拡大に向けて海外展開をスタートしました。会社にとって最も大きな転機となったのが、当時発電用ボイラーのナンバーワンシェアを有していた CE 社との提携です。国内で CE 社のライセンスを保持していたのは三菱重工業だけでした。会社設立から5年、社員数20人程度の規模で世界シェアナンバーワンの CE 社と契約を結んだのは快挙でした。これをきっかけとして中国政府やインド大手企業と独自のパイプを確立。世界中の発電所建設ブームに合わせて大きく業績を伸ばし、現在の輸出や輸入ビジネスの基礎を築きました。そして今、世界が抱える課題、労働者不足や食料危機に対して、これまで培ったノウハウとネットワークを生かし、これからの50年に向けてさらなる進歩を求めて励みます。